ウィーラードライデンは、イギリスの俳優、映画監督。喜劇王、チャールズ・チャップリン及び、チャーリーの威夫系で、俳優、コメディアン、マネージャー及び実業家の、シド・シドニー・チャップリンの威夫邸である。生後感もなくシドニー、チャーリーと生き別れ、チャーリーが、世界的な著名人となってから再会する。俳優や監督業の傍らで、シドニーともに、チャーリーの片腕として活躍し、 チャーリーに関する資料を片っ端から保管するほどチャーリーを崇拝していた。しかし、赤狩りの角でチャーリーがアメリカから締め出された後は、FBI に怯えるようになり、一種の不安障害となった末に亡くなった。ウィーラードライデン、本名ジョージ・ウィーラードライデンは1892年8月31日、ロンドンブリックストンクに生まれる。母親のハンナ・チャップリンは、 夫で俳優のチャールズ・チャップリン・シニアがアメリカ巡業などで家を空けがちなのをいいことにチャールズの芸人仲間であるレオ・ドライデンと不倫関係になった。レオとの不倫の末に生まれたのがウィーラーである。ウィーラーの回想ではハンナとレオは数年間夫婦同様の生活をしていたようであるがシドニーとチャーリーの記憶からはレオは抜け落ちている。不倫の末とはいえ同性は 生活にも多少の余裕をもたらしていたが、間もなく不倫関係は冷める。1893年春、レオは家に上がり込んでウィーラーを連れて行き、以降30年近くにわたってウィーラーは、シドニーとチャーリーの前から姿を消すこととなる。1917年初秋、女優、エドナ・パーバイアンスのもとに一通の手紙が届く。ウィーラーが当時滞在していたインド帝国ボンベイから出したもので、 チャーリーに何度も手紙を出したもののなしのつぶてであったためにエドナに出してチャーリーに取り継いでもらおうとしたものであるこの手紙にはシドニーとチャーリーの前から姿を消してからのウィーラーの動向も一応書かれておりそれによればウィーラーは1912年1月にレオの一座と共にインドに来園しここでウィーラーは別の一座に移って日本や中華民国を含むアジア各地を 巡業して回った。出生に関してはレオが沈黙していたためになかなか知ることができなかったが、1915年に入ってレオからの手紙によって自分が映画界の人気者、チャーリーの弟であること、自分とシドニーが死生児であることを知る。ウィーラーはさらに、チャーリーの紛争をしている写真を手紙に同封し、チャーリーの弟であることは嘘ではないことを知ってもらおうとした。 エドナの取り次ぎがあったのか、シドニーとチャーリーはウィーラーに対して返事を書いたようであるが、再開までには少し間が空くこととなる。1918年、ウィーラーはアメリカの土を踏み、翌1919 19年にニューヨークでグレーシールプロダクションを立ち上げ、舞台に加えて映画も手掛けるようになる。ハリウッドではアメリカに移り住んできたハンナと、 約30年ぶりに再会する。長らく精神的な病気を患っていたハンナであったが、久しぶりに顔を合わせたウィーラーをしっかり覚えており、お茶を進めた。1923年12月12日には、ロサンゼルスのイーガンシアターで、ジョージ・アペルと共に制作した舞台、疑惑が初演を迎えた。シドニーがイギリスの映画界に進出した際も手助けを行っていたが、 チャーリーと深く関わるようになるのはずっと遅く、1939年に独裁者制作に際して女子としてスタッフ入りしたのが最初であった。独裁者ではもっぱら撮影日誌の執筆を担当。次の殺人狂時代には助監督として関わる。ライムライトでも助監督してクレジットされたが、実際にはガス自殺を図ったテリーを診察する医者の役で、 出演した以外には作品には関わらなかった。このライムライト制作時に、ウィーラーとチャーリーの間柄が初めて大やけにされた。この間の九百三十六年にアメリカ国籍を取得した。しかし、ライムライト制作後からウィーラーの人生は安定する。ロンドンでのライムライトのワールドプレミアのためにアメリカを離れたチャーリーは事実上の再入国禁止令により、 アメリカから締め出された。このことは、ウィーラーに、見捨てられたと思わせるには十分であった。ウィーラーは極端に FBI を恐れるようになり、恐怖感から FBI が、自分の食べ物に毒を持っているとさえ思い込んだりもした。やがてウィーラーは家に引きこもるようになり、見かねた親類が自治家の外に連れ出したりもしたが、親類に見捨てられるのではという恐怖に駆られるあまり、 通りの名前をいちいちメモする始末であった。ウィーラーは、ノイローゼの末、1957年9月30日に、亡くなった。65歳没。ウィーラーは、ハリウッド記念墓地に埋葬されている。映画視野のデイビッド・ロビンソンは、ウィーラーの人物像を、金言で神経質と表現しているが、ことに、神経質の面ではあまりにも細部にこだわる、あまりにチャーリーに怒られるほどであった。 チャーリーへの崇拝ぶりも尋常ではなく、撮影現場では常に距離を置いて、チャーリーの気を散らさないよう注意を払うことや身の周りの物や果物を差し入れることは、朝飯前で、撮影で発生したものは何でも拾い集めて持ち帰っていた。収集癖によって集められた生物的な品々は自宅にぎっしりと押し詰められており、ウィーラーの没後にその多くは処分された。 処分から逃れた、わずかな品々はやがてオークションなどで世に出回るようになり、ウィーラーのコレクションの一部とみなされている、モダンタイムスや、独裁者、殺人狂時代のセットのために描かれた、デザイン画は、チャーリーの作品の研究に供されている。もっとも、角の収集癖は周囲に理解されることはなかった。ウィーラーは、独裁者制作の前、1938年に、 ラジオシティミュージックホールのダンサーだったアリス・チャップルと結婚したが、生意物の収集が原因で1943年に離婚した。ロックバンドジェファーソン・エアプレーンでドラムを務めたスペンサー・ドライデンは、アリスとの間に生まれた一人息子である。家庭を犠牲にしてまでチャーリーに忠誠を尽くしたウィーラーではあったが、チャーリーが執筆した自伝では無視された。役者としてのウィーラーは、 古いタイプの舞台俳優の雰囲気と発声法を保ち続け、シェイクスピア役者の堂々たる物腰と思っていたと評価されている。ライムライトで医者の役で出演したほか、独裁者では翻訳者として声の出演、殺人教時代では営業担当の役として出演している。チャーリーの他には1922年のマット、アンドサンドでスタンドーレルと共演している。 チャーリーはエドナになじられるほどの筆武将であった。ありがとうございます。